ライン・リチャード・ハーパーは、アメリカ合衆国テネシー州、モンゴメディー軍、クラークスビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のワシントン・ナショナルズ所属。2011年の MLB ドラフト37巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレーブスで、プロデビュー。 アパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレイブスでも、プレーし、2球団合計で17試合に登板して3勝0、敗3セーブ、防御率0.59、37奪三振を記録した。2012年は、A 級ロームブレイブスと、A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、2球団合計で42試合に登板して2勝3敗、5セーブ、防御率2.73、 90奪三振を記録した。2013年は A 久ミシシッピブレーブスでプレーし、41試合に登板して6勝3敗11セーブ、防御率1.79、54奪三振を記録した。2014年も A 久ミシシッピでプレーし、48試合に登板して9勝5敗1セーブ、防御率五八、九十三奪三振を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2015年は、A 級ロームと AA 級ミシシッピでプレイし、2球団合計で24試合に登板して0勝1敗、防御率2.04、43奪三振を記録した。2015年12月11日、ホセラミレスとのトレードでの後日発表選手として、シアトルマリナーズへ移籍した。 2016年は、参カの AA 級、ジャクソン・ジェネラルズでプレーし、42試合に登板して4勝5敗、6セーブ、防御率2.51、95奪三振を記録した。2017年は、AA 級アーカンソートラベラーズとトリプル A 級タコマ、レイニアーズでプレーし、2球団合計で41試合に登板して4勝2敗、3セーブ、防御率3.35。 55奪三振を記録した。オフの11月6日に FA となった。2018年2月2日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは、参加の AA 級チャタヌーがルックアウツとトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスでプレイし、2球団合計で38試合に登板して1勝5敗、6セーブ、防御率3.60。 86奪三振を記録した。ミネソタツインズ時代2019年は、スプリングトレーニングではマイナーだったが、開幕直前の3月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。なお、この日は30歳の誕生日でもあった。3月31日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは61試合に登板して4勝2敗。 1セーブ、防御率3.81、50奪三振を記録した。2020年1月24日に、ジョシュ・ドナルドソンの加入に伴って、ディーフとなった。2020年1月29日に、ハンター・マクマフォンとのトレードで、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。投球の約6割をカーブが占めており、フォーシームとのコンビネーションで組み立てる。ありがとうございます。